Welcome to Planet of Food! MC の豆助です。よろしくお願いします。さあ、今回のゲストはですね、こちらの3人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、ワールドワイドにやっておりますが、今日ね、あきこさんからすると、まどかさんとまゆみさんは初絡みということですが、もう、あきこさんはね、もうベテラン枠に今も入ってるんで、あきこさんのベシャリちょっと盗んでくださいよ、しっかりちょっと。はい、むちょぐすとー。初対面ではない感じあるでしょ、だってお二人からすると。見てるんで、今までの配信でセクシーなお姉さんがいるなと思って。ありがとうございます。はい、見たの分かるからね、みんな見て、真似して。じゃあそんな感じでですね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだわー。今回のテーマはこちらです。私の好きな食感。今 YouTube の世界でですね、 ASMR っていうですね、咀嚼音の動画がすごい流行ってるんですけれども、今日はですね、好きな食感というテーマで、言われてみれば確かにそうかもという情報を教えていただきたいと思います。まずはまゆみさん、あなたの好きな食感を教えてください。はい、私が好きな食感はメキシコのステカスープです。でも本当にメキシコの昔からあるスープで、一応伝統料理にはなるんですけど、どこの家庭でも作る料理です。トマトベースでレモンとかライムをちょっと絞って入れてるんで、ちょっと酸味もある。そこにチーズ、玉ねぎ、アボカド、あと細く切って揚げたトルティーヤを入れて食べるっていうスープです。最初すごい食感よくてパリッパリッと食べれるんですけど、スープの中に入れるんで、そのスープの汁が中に染み込んでいって、味がまた食感が変わるっていう料理です。2種類ね、味わえる感じがね。パリパリが好きな人は結構先に食べちゃって、また追加して食べて、でもジュクッとしたのが好きなのは浸してしばらく待って、それから食べるみたいなやつです。追加トルティーヤみたいなのができるっていう感じなんです。これ美味しいんです。日本でいうところのどん兵衛のうどんの天ぷら後乗せみたいな、はい、ああそう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 、表面カリで中じゅわっと柔らかいのがこう一度に硬さと柔らかさを味わえるっていうのは、これはたまんないやつですね、確かに。どう、あきこさんどうですかこれ。両方好きです。カリカリも好きです。両方いいですよね。うん、そうそう、先にチップスばっかり食べちゃってお腹いっぱいです。そうそうそう。では続いて、他にあなたの好きな食感はありますか？多分メキシコならではの食感になるかもしれないんですけど、接待とかでよく使う高級レストランで食べてるこちらです。おおほうほうほう、これ何ですか？じゃん、なんでしょう。豆、豆じゃないんです。これクスクス系とか、なんかそういった感じなのかなとか思ったんです。これ実は何かの卵なんですよ。まどかさん、何か分かりました？アリの卵。正解。正解。これ実はアリの卵のタコスなんです。これが本当に美味しいんです。料理として出されて、うんうん、食べてくださいって言って、多分何の卵か分かんなかったら、みんなとりあえず口にした時に、あ、これいけるって絶対言うと思う。うん、知らずに食べた時。知らずに食べたら、これは美味しいんです。あきこさんがものすごい険しい顔してるんですけど、蜂の巣とかそういうちっちゃいのがちっちゃいってのが嫌いなんですよ。あれ見るといつも背中が痒くなってグーってなる。もうあれもダメですか？じゃああれ自体も聞いてからダメになっちゃいました。ご飯と思って食べたら多分大丈夫。プチって食べるじゃないですか。そしたら歯とかにアリが挟まってたりとか。それは嫌だな。いや、まゆみさん、これ、いや、素朴な疑問なんですけど、はい、アリってちっちゃいじゃないですか。さっきの写真見る限り、アリよりでかく見えるのは気のせいですか？気のせいじゃないです。本当に結構大きい粒なんです、あれ。これだ、これだ、これです、これ。うわこれですよね。
すいません、これ言っちゃいかんけど、ウジ虫みたい。明らかにアリより卵の方がでかいって、それ生物的にありえるのかっていう話で。いや、ただ本当に大きいのは大きいんですよ。でただ美味しいんです。面白いな。はい、ありがとうございます。ではあきこさん、あなたの好きな食感を教えてください。まずカリカリです。焦げ尽くしたようなカリカリが好きなんですね。だからトーストとかそういうのも焦げたのが好きなんですけど、はい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 、一番好きなのはマクドナルドとかのフレンチフライ、フライドポテトの、そこの方に残ってる、焦げてみんなが捨てるようなところ、それをみんなのかき集めても、いつももらってます。下の方にうずくまってるやつね。そうそうそう、そう。貴重なので、みんなのをもらって食べてます。ポリ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 って。かりんとうみたいな。絶妙なとこ持ってきましたね、また。ああ、でもわかるな。美味しいんですよね、これ。美味しいですよね。だけど結構子供たちとか捨てちゃうから、うん、こればっかり集めて肩もらうよって。そうそうそう。でね、あと私の大好きなトレーダージョーズのポテトチップスで、うん、なんとじゃーん、この焦げてるポテトチップスだけが入ってるのがあるんです。ダークソース。すごい、すごいでしょ。それだけ売ってる、もうそこは。そうそう、あ、見たい見たい。でね、うんうんうん、わ、ほんとだ。あ、黒いんですよ。黒いですね。揚げすぎぐらいな感じだ。ほら、あ、焦げ目がついてて、普通捨てちゃうような。うんうんうん、え、いっちゃって。いっちゃうわよ。あ、くるぞ。あ、いい音。あ、あ、くるぞ。あ、うん、カリッカリですね。すごい。それ上はいつもフレッシュだから。アメリカ人ってステーキとかでも結構焦がすじゃないですか。うん、あのローでレアで食べない、うん。ベーコンもパリッパリですもんね。カリッカリにして。確かに、ね、うん、のカリッカリ好きなんだ、うん。そこの商品だけ作っちゃうのがすごいな。すごいですよね。ほんとこの焦げ具合。うん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 。うん、ちょっと革命ですね、それ、うん、すごいな。それ昔からあるんですか。新商品。あ、そうなんだ。そうなのよ、本当に。何じゃん。そうなのよ。あれはやろくさ、本当即買いですよ。買うかな、これ。これ、ね、これいいですよね。美味しいわよ、これ。美味しいわよ。いや、だってメキシコにないから。送ってあげる。もうぜひ食べてみたい。日本だと片揚げポテトみたいなのはあるんですよ。ちょっと固く揚げてる、ありますね、ハワイアンのやつとかもね、はい、うん、ありますあります。これいいな。まどかさんどうですか、これ。なんか大人の味だなっていう風にあきこさんの聞いていて感じました。これはどうかな。あきこさん反応早いからまた。食べてる。あきこさんがシドリーさんっぽくなって自由になる。これは皆さんお好きだと思います。チャイニーズチキンサラダに乗ってるフライドワンタン。あとかさんの娘さんにもじゃあ聞いてみようかな、せっかくだから。大丈夫ですか、これ。カリカリするんだって。これどう、美味しそう。カリッカリって食べれるんだよ。おいでおいでおいで。大丈夫、もう人を食うのはやめたから。チャイニーズサラダとかに入ってると、このふわっというのと、もう皆さんのおなじみのカリふわみたいな一緒になってる。サラダとかにね、ちょっとあるとね、アクセントになってね。そうですね、美味しいんですよね。わかりました。はい、ありがとうございます。では続いてあきこさん、他にあなたの好きな食感はありますか。はい、次の私の好きな食感はねっとり。ねっとりというのに私が一番に思い浮かべたのはこの大根餅です。おー、ほうほう、株だと思うんですけど、を千切りにしたりすったりとかして、もち粉と一緒に蒸して、でその後焼くんですね。うん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 、なんか外がこうカリカリっとした感じなんですけど、うん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 、中はねちょーっとしてるんですよ。確かに、いや僕もこれ大好き。初めて見ました、これ。あ、そうですか。
なんか甘酢だれでちょっとつけて食べるような感じですよね。お箸で持ってもこうポトッと落ちてしまうぐらい、うんうん、くずちょっと崩れかかってるんですよね。チヂミとかに似てないですか。そうですね、チヂミを もっとこう ふわふわにして、崩れやすくした感じですね。アメリカに遊びに行って食べに行きたい。来て根菜類がないから。そう根菜類めちゃくちゃに、メキシコないんですよ。赤い大根あるじゃないですか、よくラディッシュは売ってる、うん、あれでスライスすれば作れるかもしれないですけど、まどかさんいかがですか。これはなんかマダムアキコがやっぱ言うとなんか全部大人の味に聞こえるマダムアキコになった。いやわかる、カリッとしてなんかしっとりしてるみたいな、うん、なんか、うん、もう表現がお上手です、うん、なんかね、あったしね、女なのにおねえみたいって最近よく過剰すぎるからね、なんか逆に女性っぽくないんじゃないかすごいな、アキコさんの新たなキャラが開拓され始めた。わかりました、ありがとうございます。ではアキコさん、他にあなたの好きな食感はありますか。はい、このこれご存知ですか。チョコレートですか。はい、これはですねチョコレートソースなんですけれども、はいはい、マジックシェルって言います。冷たいアイスクリームとかにかけるとこのドロドロのチョコレートが、うん、瞬間的に固まって、あるあるあります。パリパリの美味しいチョコレートになるの。パルムとかなんかクランキー的な、ああいうアイスのパリパリ、そうなんか気になる。昔からデイリークイーンっていうファーストフードのアメリカの、そこの、目玉はこういうソフトクリームをガッとそのソースにつけて瞬間的にチョコレートコーティングになって入ってくれる、そういう。あ、実際のがあるんですね。うわ見たいな。はいはいはい、これはバニラアイスクリームです。バニラアイスクリームですね、はい、ここにシェイクウェルよく振るんだ、シェイクウェル、表面がそれっぽく見えますよね、パリッパリになるやつ。そう、多分10秒ぐらいこうやって、あ、本当だ、もう動いてない、ほら大丈夫ですか。すごいすごい、おー、行っちゃってください、行っちゃって、ほら見てください、割れ目ができてます、割れ目がごめんなさい、はい、ほうほう、あ、すみません、パリッとは聞こえないね。ここにマンゴー、うんうんうん、はいはい、冷凍マンゴー、はい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 、トレジョーの冷凍マンゴーはいはい、あードバッと、あーあーあーすごい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 んですよ、もうこれで固まやるんじゃねえかなと思ってたけど落ちないですよね、硬い、ああ大丈夫ですか。シドニーが大好きそうなんかやらしい映像だ。ちょっと良くないね。ちょっと良くないね。なんかね。使わなくてもない。事故っぽかったら使わないでください。もうさ。はい。噛み切りました。悪魔に見えてきた。あーすごいな。チョコレートはこっちの人何人で。甘いものとかにかける習慣が結構あって、うん、アイスみたいな冷たいものにもかけるし、うん、クレープみたいな冷たくないものにも結構かけたりする、うん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 、私が住んでるイラプアトはイチゴの産地なんですね、ほうほうほう、はいはい、でそのイチゴにみんなかけたりとかしてる。あ、日本人が練乳かけるじゃないけど、そんな感覚でチョコかけて、今若干話聞いててサソリ来ないかなって待ってる俺がいましたね探したらあるのかな。なんかいやありそうって思っちゃう。カチカチチカチ好きですね。でもこれ絶対日本でも流行ると思う。うんうん、うん、うん、ね、知らなかった。ありがとうございます。
では続いてまどかさん、あなたの好きな食感を教えてください。野菜のシャキシャキ感。ほう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 。例えばこっちでよく食べるのがあのグリーンパパイヤって言って、はい、熟す前のパパイヤ、緑色のやつなんです。そうで中に種があるからあの種をくり抜いて千切りとかにしてサラダとかで食べる。ああそう、食べるとねもう、もう本当にシャキシャキしてる感じ、めちゃめちゃもうたまらなくて好きなんですよ。ね、この間あきこさんのあの何でしたっけ、かぼちゃの、うん、そうスパゲティスクワッシュ、うん、うん、スパゲティスクワッシュ、そう似てますよね。シャキシャキじゃないですか。シャキシャキではないですね、ちょっと柔らかく煮てあったので結構トロトロになるんですけど、スパゲッティみたいな食感です。でお蕎麦屋さんでね、そのお蕎麦の上にその千切りにされている野菜が乗っていて、シャキシャキした感じとそのお蕎麦、なんかちょっとつるっとした感じ、めちゃめちゃ美味しかった、さっぱりして。わかりました。ではまどかさん、あなたの好きな食感教えてください。なんかもぐもぐぐちゃぐちゃできるような感触の食べ物。これですか。タコでも茹でたタコのあのぐにゃぐにゃできるあの感触が好き。ちょっと弾力ある感じじゃないですか。そうまさしくそれ、弾力がある感触、ずっと噛み続けてこめかみが痛くなるっていう、はい、これはどうなんですか、こめかみが痛くなるぐらい噛んでんのが好きなんですか。そう若干マゾーだっていう解釈でそれ違う、気がつかずにもう多分運動してるんでしょうね、ここがねずっと噛んでるから。で翌日に起きると、あなんかここ痛い、あ昨日タコ食べてたからだみたいな。ちなみに生ダコはどうなんですか。生ダコも食べる時あって、お刺身とかさ、タコワサとか、あそれタコワサとか、ただ あれはいつ飲んだらいいかわからないっていう、あのぐにょぐにょ感。例えばもつ焼きとかホルモンとか、あれもぐちゃぐちゃしてないですか。あのねちょっと脂っこいからあんまり好きじゃない。脂っこいぐちゃぐちゃは嫌なのね。でも感触は似てるよね。うん、似てます、ね、噛んだ時の、そうそう、あれこれいつ飲んだらいいんだろう。まゆみさんどうですか、ぐちゃぐちゃ系。私もつ鍋大好きです。あーはいはい、うん、メキシコにも日本でいうもつ鍋みたいな料理があって、メヌードって言うんですけど、ただメキシコでメヌード好きっていう人あんまりいなくて、そっちってポソレじゃないのってメヌードなのって聞かれるぐらい、ポソレっていうメキシコを代表するなんか似たようなスープがあって、はい、それはトウモロコシが入ってる。でメヌードには本当にもつみたいなのが入ってて、そう日本を思い出す時にメヌードを食べるっていう、なぜかみんな朝にしか食べない。日本人がもつ鍋朝から食べるってないでしょ。ないですよね。そこまであの日本のみたいにこってりしてるわけではない。割とさっぱりめのスープの中に浸ってる。ちなみにですけど、皆さん魚の皮とかで平気な人ですか。こっちではサーモンスキン、はい、あの鮭の皮だけを焼いて炙ってサラダに入れるサーモンスキンサラダっていうのがすごい流行ってますよ。お寿司にも入ってる。そうそうそう、サーモンスキンカットロールよく食べてます、皮を炙ってでパリパリにして、でそれを普通の身と同じように焼いた、あのお寿司に入れたりサラダの上に置いて、なんかクルトンっぽく置いて一緒に食べて、そういうのがあるんですね。何かの皮っていうので、今日本当にたまたま撮ってきた動画があって、ほうほう、なんか見れたりします。何の皮かを当ててほしいです。この角のお店に手前になんかかかってるでしょ。豚の皮。違う。馬。馬じゃない。これ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 。豚じゃない。豚。何カーボーイのなんか着てる服装、バッファローとかですか。でこれそう、これが製品。
このショーケースの中に入ってるのが、これ一回が今の中に出てて、あ、出てて、そう、これ豚の皮なんです。豚の皮を揚げて、うん、それをポテトチップスみたいな感じでパリパリっと食べるのが、名前がチチャロンっていう。これはお菓子なんだけれども炭水化物じゃないじゃないですか、うん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 、炭水化物ゼロなんですよこれ。だから、うんうんうん、こればっかり、お菓子が欲しい時はこればっかり食べてて、これを本当に大きい鍋でブワッとあの大きさのまま揚げるんですよ。だから本当に大きいやつだともう結構な大きさじゃないですか。結構な大きさ。あれ1枚で売ってるんですか、その大きいので。そう、1枚で売っ、市場とかでとか、さっき見のみたいなお店では1枚で売ってて、スーパーとかに並んでるのは細かくこれぐらいにしたような、でポテトチップスの袋みたいなのに入ってチチャロンって言って売ってる。ビーフジャーキーの味にちょっと似てるかもしれない。では今日はいろいろ皆さんの食感話聞きましたがね、まだまだあると思うんでね、ちょっと次回まで皆さんちょっとこの食感に感動した話ネタストックしていただければと思います。それでは今日はこの辺で、皆さんさよなら、バイバーイ、またね、バイバーイ、アスタルイゴー。